どうも、わたくわです。今回はね、こちらのもう書いてあるんですけど、アマミシカクワガタの、掘り出しをやっていきたいと思います。まあね、こちらね、幼虫の状態で、冬頃、昨年の12月頃にちょっとね、とあるところで、購入した個体になります。まあね、ちょっとアマミシカクワガタ、日本に生息する唯一のシカクワガタですね。奄美大島に生息してるやつです。でもね、今ではちょっとね、アマミシカクワガタって採集禁止になってるんですよね。島の条例でも採集ができない、個体ということなので、まだその採集禁止になる前に採集された個体から、こう類代が続いてるものがまだまだ市場に時々出回ったりするので、まあね、ちょっとね、そういう個体を大切にこう僕もね、類代して増やしていければなと思って、まあ、飼育を始めました。じゃあね、ちょっと割り出していきたいと思います。じゃあまずちょっとこっちメスからいきましょうかね。これね、ちょっとオスメス、本当は5匹幼虫がいたんですけど、まあね、その種判別僕がしました。でもちょっとその自信がないので、ちょっとね、メスの方はまあメスだって分かったんですけど、オスはちょっと分かんない部分があるので、まあ、ちょっと後でお楽しみをということ。ちょっと、こっちもね、ここにね、もう見えてるんですよ。はい、こんな感じですね。はい、いました。これが、シカクワのメスですね。結構ね、シカクワガタって休眠する印象があるんですけど、アマミシカはどうなんでしょうかね。はい、メス、ほんとツヤツヤですね。もう、はい、こんな感じです。はい、よいしょ。サイズは30ミリはないくらいですかね。ちょっとね、後で測っていきたいと思います。では早速、お酢出していきましょうか。ちょっとね、アマミシカの生態見るの実は初めてなんですよ。こちらね、ここに今洋室作ってます。もうひっくり返しちゃいましょう。お、いますね。あ、よかった。オスっぽいです。ちっちゃいですけど特徴があまり出てないですけど、はい、これですね。これがオスです。アマミシカクワガタのオスです。はい間違いありません。ちっちゃすぎてね、知らない人はもう何のクワガタかさっぱりわからないと思うんですけど、これが日本唯一のシカクワガタなんですよ。はい、まあ、シカっぽい角にはできてないですけどね。はい、これ、はい、こちらね、シカクワガタの特徴といえばこの辺ですね。この辺がなんていうんですかね、ギザギザしてるんですよ。この辺ですね。この前鏡の端がギザギザしてるのがシカクワガタの特徴と言われてますね。あ、でもペア揃ったんで良かったですね。ちょっとね、休眠期間が気になりますよね。はい、でもしっかり、増やしていきたいと思います。まあね、ちょっとまあ、いつも通りこの後、生態ドアップで移していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ移動します。はい、それではね、アマミシカクワガタについてちょっとお話ししていきたいと思います。まずはね、こちらアマミシカクワガタ、学名がラエトゥルス・レクティコルニスだそうですね。レクティコルニス、はい。でこちらね、ラエトゥルス、シカクワガタ族のことをラエトゥルスって言うんですけど、
日本に生息しているシカクワガタはこの奄美シカクワガタ1種類だけのようですね。こちらの分布がね、日本の奄美大島と徳之島の、まあ、この2つの島にしか生息しない、まあ、ちょっとね珍しいクワガタになります。ただね、現在は現地の条例によって採取が禁止されてるんですよね。なのでもうね、採取禁止なので、ワイルド個体、野外品がちょっと出回ることはないんですけど、まあね、飼育はそんなに難しくないということで、今でもずっとその採取禁止になる前に採取された個体を類代を続けている人っていうのがいて、やっぱりね、その類代個体は時々出回ったりするクワガタになりますね。はい。サイズはオスがだいたい20ミリから50ミリくらいになるそうです。でちなみに今回浮かしたこのオスはだいたい30ミリくらいですね、まあ、かなりちっちゃい方ですね。もっとね、サイズがあればもうちょっと長くて湾曲したもう四角アガタっぽい顎になってくれるそうですね。はい。でこちらね、飼育方法ちょっと調べたんですが、やっぱりね、休眠結構するみたいですね。ノコギリクワガタみたいに秋口に羽化したら翌年の夏までずっと休眠するような種類だそうです。まあね、春に羽化してくれたらすぐまた夏に活動してくれるような、まあ、クワガタなんで、おそらくね、その温度帯で温度がこう高くなったタイミングですぐ活動してくれるのかなと思ってます。はい。でね、産卵は朽木をメインに、朽木に産卵するようですね。はい。で結構ね、その木も柔らかすぎてはいけないみたいで、ちょっとね、硬めの木を入れてあげて、そうですね、私の場合だったらちょっと産卵1番とちょっと硬めの産卵木を使って産卵させようかなと思ってます。まあね、こちらね、奄美シカクワガタ、本当に財に産むノコギリクワガタみたいな感覚で、飼育すればね、いいみたいですよね。まあね、ちょっとね、幼虫は何を食わせたらいいのかっていうのはまだちょっと勉強不足なんで、これから調べようと思うんですけど、おそらくはね、菌糸よりマットの方がいいんじゃないかなと思ってます。まあね、ちょっとね、その奄美シカクワガタの幼虫を大きくさせるにはこういう餌がいいよっていうのを情報を持ってる方いましたら、もうコメント欄でね、どんどん書いていただけると本当に嬉しいのでお願いします。はい。まあね、こんな感じで奄美シカクワガタの、紹介終わりにします。まあね、幼虫は5匹以前購入させていただいたので、まだね、このオスメスペア以外にも3匹ね、まだ幼虫だったりサナギだったりやってるんで、まあね、そっちがね、ちょっと飼育どうなるかまだわからないんですけど、まあね、5匹しっかり飼育して、やっぱりね、結構手に入りにくい珍しいクワガタなので、まあ、しっかり類代を続けて、もう次世代はいっぱい増やせればなと思ってます。はい。以上で今回奄美シカクワガタの、割り出しと紹介の動画になりました。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でもお会いしましょう。失礼いたします。